長嶋茂雄。日本人なら知らない人はいない伝説の野球選手です。とにかく国宝級に面白い方なのですが、しかしただの天然の面白いおじさんというわけではもちろんありません。表舞台から引退した今なお多くのファンから愛される長嶋。彼がなぜミスタージャイアンツ、ミスタープロ野球とまで呼ばれ、ジャイアンツ終身名誉監督、そして国民栄誉賞まで受賞しているのか、この動画をご覧いただければ全てわかるはずです。この動画では長嶋茂雄の現役時代、天性のバッティングセンス、爆笑エピソード、長嶋語録の4つに分けて笑いをトッピングしながらその伝説を解説していきます。全ての言動が面白すぎるので腹筋が6つになってしまう可能性大です。電車などでご覧になる方はぜひご注意ください。巷では記録よりも記憶に残る選手と言われる長嶋茂雄。立教大学の野球部で注目され、1958年巨人に入団。ちなみに立教大学時代、教授が落第回避のため I live in 東京を過去形に直せなどという簡単すぎる問題を出題。長嶋は I live in 江戸と回答したといいます。ミスターワールドはこの時から大炸裂していた模様です。ルーキーの1958年、オープン戦で7本の本塁打を打つなど、その存在感を見せつけています。9月に行われた対広島戦、長嶋は一塁ベースを踏み忘れて本塁打を取り消されています。この年長嶋は打率3割0分5厘、29本塁打、37盗塁と好成績を残しており、本塁打取り消しがなければ30本塁打を達成し、日本プロ野球の歴史で初となるルーキーによるトリプルスリーを達成するはずでした。この踏み忘れというところがいかにも長嶋茂雄らしいですよね。そして長嶋茂雄といえば大舞台での勝負強さ。なぜか皇室が観戦に来る天覧試合で名活躍をする男でした。さよなら本塁打を含む2本塁打を放った1959年の天覧試合はあまりにも有名です。皇室観戦試合では通算10試合で打率なんと5割1分4厘、7本塁打を記録しています。チームメイトだった広岡達郎は、天覧試合は長嶋のためにあったようなものと語っていました。本人も後の取材で、まあ皇室男なんでね、非常にロイヤルの皆さんが観覧なさると思うと炸裂する形で、と長嶋語録を残していました。ロイヤルの皆さんが観覧なさると思うと炸裂という形でね、何もかも絵になると言われた長嶋茂雄。彼の空振りは脱げたヘルメットが飛んでいくほどで、これにファンは大きく湧いていました。しかし実は長嶋、三振した際の絵を考えてわざわざアメリカから取り寄せたヘルメットを使い、それが飛んでいく角度も含めて空振りの練習をしていたというのです。こんな謎の努力をしていたほどですから空振りのイメージが強い長嶋。しかし実は三振が少ないバッターでした。400本塁打以上を記録した打者の中で三振率が1割を切っているのは張本勲、土井正宏、長嶋茂雄の3人だけです。長嶋が活躍した時代、日本では大学野球が人気だったのですが、例の1959年の天覧試合でのさよなら本塁打が契機になり、プロ野球人気が大学野球を上回るようになったと言われています。盟友王貞治と共に活躍し、 ON 法と称され日本の野球界を牽引してきたのでした。記憶にも記録にも残る選手というのが正しいと思います。あまり知られていませんが、実は歴代の打者で通算打率3割以上、通算本塁打400本以上、通算打点1500打点以上を全てクリアした打者は長嶋茂雄、王貞治、落合博満、張本勲の4人だけ。打率が良くかつホームランも多いというバランスの取れた選手はそうそういません。こうした記録もさることながら、長嶋の最大の特徴はその天性のバッティングセンス。あの O シフトを生み出すきっかけとなった東洋工業のコンピューターは長嶋のデータ分析も行いましたが、
長嶋については特徴的な傾向が全く見られなかったため、長嶋シフトを作ることはできなかったといいます。彼のバッティングがどのようなものだったか、数々の選手たちの言葉から振り返ってみましょう。打席ごとになぜ打たれたのか、なぜ打ち取れたのかが全くわからない。シゲはどんなに体勢が崩れていてもバットのヘッドが最後の最後まで残っていたので、最後の瞬間まで油断できなかった。すごい迫力だった。長嶋さんは打てそうもないコースでもバットを投げ出したり、瞬間的に腕を畳んだりしてヒットにするバッターだった。計算できないバッター、来た球を打てる天才、波の出しなれ1割もおぼつかないフォーム、あの打ち方は長嶋だからできるもの、真似してはいけないと諭していた。コンピューターにも解析できなかったそのバッティング、まさに天才のなせる技です。しかし、ヒュッ、パーン、スパーン、ガーンといった感覚的表現があまりにも印象に残るのですが、実は自伝本、燃えた、打った、走ったを読むと彼なりの独自の理論があったことがわかります。興味のある方はぜひ読んでみてください。長嶋茂雄といえばやはり本当かと勘ぐりたくなるような爆笑エピソードが溢れています。いくつかご紹介します。息子の和重が小学生の頃、神宮球場でのヤクルトスワローズ戦に連れて行ったが、試合後その息子を球場に忘れて帰宅。帰宅後妻に、和重は?と聞かれて、あ、忘れた。と慌てて球場に電話したところ、和重は審判室に保護されていたと言います。このエピソードはあまりにも有名ですが、後になって和重は、1回2回じゃないよ、何回もあるよ、と語っています。アメリカで、こっちの子は英語上手いなぁと感心。マクドナルドを見てアメリカにも進出してるんだと驚く。こっちは外車ばかりだなぁと発言。中日ドラゴンズの応援歌、燃えよドラゴンズが売れていた頃、この曲テンポがいいよね。実はこれ前に中日にいた坂東くんが歌ってるんだよ、と坂東英二本人に説明。牧原ひろみが完全試合を達成した試合でのこと。試合中に選手を集め、牧原を緊張させないためにパーフェクトと言っちゃダメだぞと発言。その選手の輪の中には牧原本人もいました。好きな四文字熟語は?と聞かれて、長嶋茂雄と回答。書類の名前欄に長嶋茂雄、職業欄に長嶋茂雄と記入。さらに監督時代、ホテルから荷物を自宅へ送る際、チームマネージャーから住所を聞かれ、大田区長嶋茂雄でいいんじゃないか、と返答。荷物は無事に自宅まで届いたと言います。マイク・タイソンをレポートした時、彼の右手を取りながら、この手がやはり世界一の強烈な左ストレートフック、と解説。セコムの CM に出ているのに、自宅に刃物を持った強盗に入られます。鉢合わせたお手伝いの女性は、ミナと写真を撮らせろと脅され窮地に。この時ミナさんは不在でした。視点を聞かせた彼女は、旦那さんならいます、一緒に写真を撮ってあげてくださいと2階に声をかけました。これに強盗は、あの長嶋茂雄が出てくるのかと驚き、頭が真っ白になり一目散に逃走したところ、現場近くの路上で逮捕されました。この日の夜、自宅近くの公園で即席会見を開いた長嶋は、来るものは拒まずですから、よくファンの方が自宅に来る、短パン姿では失礼なので、ワイシャツと長ズボンに着替えて1階に降りたら、もういませんでした。と、ひょうひょうと回答。自宅のセコムは当日はスイッチを切っていて、セキュリティが作動しなかったそうです。脇が甘かった。と反省。そして翌日、セコムの株は暴落しました。そして、日本語とカタカナ英語が絶妙に混ざり合ったり、擬音が頻発したりする長嶋の独特な話し方、唯一無二の長嶋語録を振り返ります。ジャイアンツの監督は大変ですよ。毎日がジャイアンツ戦ですから。新たなる抱負が始まりのスタートであります。新たなる抱負が始まりのスタートであります。今年の清原くんは、シャープが鋭くなって、松井くんにはもっとオーロラを出してほしい
イアンさんはおいくつなの？ How old いくつ？今日初めての還暦を迎えまして、今日初めてこの還暦を迎えたわけでございましたけども、まだまだこれから。今の野球、家に帰って風呂に入るまでわからない。9勝2敗で。それはいわゆるブック的なものですか？昨日は遅かった。ホテル帰ってシャワー食べてうどん浴びたらもう12時でしたから。エピソードが多すぎて全然紹介しきれていないのですが、これで長嶋茂雄という野球人がどれだけすごい人か、なぜ愛されるのかというのがお分かりいただけたかと思います。東京オリンピックでは聖火リレーをつなぎ、名優王貞治、まな弟子松井秀喜と登場し、ファンを喜ばせました。まだまだ元気に長生きしていただきたいですね。これからも野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。